はい、皆さんおはようございます。みちこカレーです。毎度ご視聴ありがとうございます。大好き。はい、車のことをあまり知らない私が、人様の貴重な車を、見に行くという企画第2弾でございます。はい、あの前回は、プリンススカイラインということで、上物のプリンススカイライン、そしてお友達の、ハコスカの GTR と、めちゃめちゃ綺麗なの見させてもらいました。で、この今日は、英国車ですかね、ジャガー、マーク2、見させて いただきたいと思います。では行ってまいります。知識はないです。怒らないで。今日はこの車に乗って、ドライブしてみたいと思います。これは今指導前点検ですか。そうそう、多分絶対大丈夫。ああ、綺麗ですね。昨日あのビッグキャットモータースって大泉学園にあるんだけど、はい、そこにちょっとね用があって行って、で聞いてきたけど、はい、車検取るのに、お宅でやるとしたらどうなのって言ったら、直すとかどうも何もねえじゃないかって言われちゃった。おお、すごいじゃないですか。直すとか何もないから、とりあえずだから車検、はい、全込みで20万でいいよって言われちゃった。マジですか。意外と普通ですね。うん、どうびっくりした。へえ。なんていうの、ビッグカットの社長って、山中さんそっくり。ジャガーがなっちゃスカイラインに違いで、ね、いや、ビッグカットの社長がジャガー機種やってることにしよう。へえ。そんな店あるんですね。あります。へえ。しかしまあ綺麗だな。これ、ね、これ自分であの錆びてるとこを、黒錆びって、なんていうの、痴漢剤っていうんで塗って黒錆びに変えたの。で、マーク 2? で、マーク1って何なんですか。マーク1ってこれの前。これの前。1959年まで作ってて、で、そいつを改良して作ったのが2、これ、こいつ。こいつ。まあ、ワンもこんな感じなんですか。まあ、まあ、そっくりっちゃそっくりだよね。若干違うだけで。見た瞬間わかんない、あんまり。すごいな。ビカビカですね。1961年式か。すげえな。全体を言ってから。古い車が好きだろ。はい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 。船みたいな。あ、まあ相変わらず知識なくて申し訳ないんですけど、当時、結構な高級車ですよね。すげえ高級車ですよね。新車時にクラウンがなんだ、100万ぐらいの時にこれ350万ぐらいですね。はあ。三船敏郎が乗ってた車、マジっすか。三船敏郎、久米宏、キキキリ、キキキリあと何だっけ、高峰秀子。高峰秀子、そこまで来ると分かんないな。へえ。なんかシートもこれは、ね、なんかちゃんとしてません。これはもう全部張り替えてて、このメッキも全部張り替えてる。へえ。このリレーザーってやつで、ああ聞いたことある。だから綺麗なんだろう。知らん。なんかかけるのは儀式的なもんあるんですか。ありますね。ありますよ、じゃあそれ一発。いや、嫌なんだよね。怖くて。一回かかんないとしばらくかかんないっていうわけではないんですか。なかなかかからない。ああ。多分今日は一発でかけられると思う。
山中さんとかだと一回送ってからバッてかけますよね。同じ感じ。同じ感じ。やっぱ丸洗いはできないですよね。丸洗いだとね、結構いやあの、なんちゅう、この中だとか今の車と違ってスカ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 、はいはい、水が溜まりやすいってことですか。なるほど。はいはい。なるべく水をかけばかけない。ここも、うん、曲がってるだけですもんね。そうそう。アンダーカバーみたいなないですね。だから皆さん旧車乗ってる人って、うん、それだけだよっていう人が多いです。これなんですか。もともとは最上級サルーンみたいな位置づけですか。いや、あのジャガーが初めて作ったコンパクトサルーン。コンパクトですか。だから通常のジャガーのなんてミニジャガーって言われてたの。でもそれに 3.8 リッター乗っけちゃってるから全然今のなんていうのレクサスの500になっちゃう。あ、でも 3.8 もあるんですね。あんまちっちゃいの。3.8 か。ガソリン食いそうですね。あ、でもみんなの みんなに聞くと、うん、6キロぐらい走るのかって。6キロぐらい走るか。こいつ今4キロぐらいしか走れない。4キロぐらいか。いいですね。もう感覚がなんかちょっと麻痺してますね。そんなとこなんだ。ちょっと鍵がね、うん、ロッカー鍵みたいにちっちゃい。うん、まずこいつをオンにしよう。今ああ、切りスイッチ、うん、切りスイッチやってから。あ、やっぱ切りスイッチつけますよね。うん、だからあのオーディオのメモリー毎回セットし直す。はい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 。まあしょうがないですよね。これはだからこんなちっちゃい。ああ、本当だ、本当にロッカーですね。サウナみたいな。でこれでまず、あ、動き出した。ポンプ動き出した。でここで一応やばくないか見てて、うん、あ、油回った時に大丈夫かってことですか。漏れてないことなんとか。あとはエンジンかけた時に、うん、火が出ないかを見なくちゃいけないし。ああ。これでもう冷え切っちゃってるから、チョーク引いちゃって。あ、チョーク引いて、あ、もう面白いし、チョークだな。これ電磁チョーク、電磁チョークっつって、うん、点滴みたいなチョーク。へえ。もう一発だ。調整しながら、アクセル煽ったり。これで30分かかるわけですね。まあ結構暖気でなんていうか15分ぐらいで行くところ、うん、へえ、やっぱ古い車いいね。それで OK です。あ、過去っていうのも何もなし。へえ。分かりにくいな。行きますよ。行きます。はい、ちょっと照明眩しいんですいません。あれ、意外と乗り心地がいいでしょ。意外とあれですね、ジャガーってね。
猫足って言われてて、あ、足回りがしないから、はい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 、これは結構比較的ね、あの足後ろのねショックとか、まあ、っていうか四輪ともに硬いって言われた、カチカチ、いやでもエンジンとかもすごい安心感ありますね。でだからなんか思ったより普通の車なんだよね乗り始めると、はい、なんかちょっとね、あの古い感じの、ね、バリバリ行くのかって感じ、雰囲気出すかなと思ったら、初めはね修理終わってきて、うん、去年の4月に戻ってきた時は、はいはいはい、すんげえうるさかったバリバリバリ、へえ、乗ってるうちにだからなんか鳴らしが終わったみたいな感じで、うん、静かになってきて、うん、でこの間先々週オイル交換してきたら、うん、ますますあのおとなしくなった、へえ、カイナみたいなこれ各種位置なんですか、これインテリアランプ、あー、インテリアランプ、これが、ライトパネルって言って、うん、この上にランプがついてるんだけど、何のためにここ、 ここはね電気つかないんだ、上から照らすんだ、あー寝たよ、うん、本当はこっちから出るんだけど、この車に関しては上から照らしてる、あー、これがあのヒーター、はい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 、はい、これがアップランプ、ここのランプ、ああやっぱそういうところするんですねでこれがワイパーで、これがウォッシャー液で、でこれがライトスイッチスモール、エッジって書いてあるけどこれ嘘っぱしで、うん、スモールの次がローで、うん、でその次が入る、これ嘘書いてある、はい、でウインカーはこれ、あー左キャサですね、国産と違ってグローバルだから左側ウィンカー、はい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 、でこれがミッションね、うん、あれだからこんなちっちゃいこれハンドルは純正ですか、ハンドルはこれはもう純正じゃなくて元リタっていうハンドルに付け替えられちゃった、うーん、なんか聞いたことあるな、これはもうミニに結構付けてるやつ多い、へえ、スムーズスムーズスムーズ、なーも問題ない、まあいいか悪いかちょっと分かんないですけどね、あのあまりにスムーズすぎるのも、おー、まあなんか燃費悪そうな気配は感じますねただあのこんだけスムーズになったから、はい、多分燃費はね改善されたと思う、なるほど、この間まで今のとこまで加速すると、うん、ガサガサガサガリガリですよ、なんとなく、へ、スムーズだから、だな、これなんか家具用のあのなんちゅうの、うん、ミスローで磨いてる、あーなるほど、あーまあまあ木です、本物の木ですもんね、この時代は、ここ後ろ触ってみると分かる、ザラザラだから、あ本当だへえ、割れそうですね、だから直射日光の駐車場とかで置きっぱなしにするとここバリバリ割れてるし、ああなるほど、この季節だとこの70度でずっと止まりっぱなしだけど、うんうんうん、気温30度以上、まあ、去年の夏なんかもこの 100度前後にもう行ったり来たりしてた、あー怖いですね、これ買ったのは一昨年の8月、うん、前々から欲しかったみたいだ、前々から欲しかったですね、うん、ということはあのビュートが出た時どう思いました？全然何も思わない。ムカつきませんでした。ムカつくっていうか、うん、あのあまりにもこのねこの車が売りに出てんのがろくなもんがなかったような気がするし、はい、あと値段考えると、うん、あのビュートでもいいかって諦めかけたんだけど、あところがビュートの新車の値段が350万するんですよ。へだったら同じだろうって話になっちゃう、マーチのくせに、うん、350万だったらジャガーマックスでも、うん、ちょっと頑張ればね、まあ、350じゃ難しいですね、あだからビュートの値段でびっくりしちゃった、はあんまりあったまんないんでね、これ70度超えないと、うん、ヒーターねつけてもね、うん、あんまりあったまんない、なるほど、まあまあ、つけてないよりマシになるけど、なるほどなるほど、はい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 、いや全然寒くないです、いやでもビュート作った時はまあえげつない商売するなと思いましたけどねそこまで似せるかと思いましたよ
然でも可愛らしい車だと思うよ。まあまあ可愛いですけど。何キロぐらい出るんですか。これ？うん。カタログ上は200キロ。200キロ。200キロちょい。今は何キロぐらい？わからん。怖いから何キロぐらいまでしか出さないんですか。今のところ出したことあるのってまだ100キロ弱ですよ。ああ。っていうか。なるべく乗らないようにするんですか。調子が本当にいいのかどうか分かんなかったから、ね、ああ、なるほど、うん、今だからね、うん、この間の今言った通り、うん、エンジンかなり滑らかになってきたから、うん、多分いけるなと思ってる。なるほど。だから普通に巡航で120とか140ぐらい行くんじゃないの。はい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 、はい、これで最高速出すっていうのはかわいそうだよね。なんかちゃんとパワーステアリングだし、うん、ああパワーステなんだ。あのすごい走動き始めたらすごいんですよ。さすが高級車。いやこれはノオリジナルはノンパワー、うん、すごい重捨てって言ってますよ。でも古い車乗る人って止まっても思い出ってできるぐらいの思考回路してないと乗れないですよね。乗れる。でも結構単純な作りって言ってたから、うん、この車自体もね、うん、今の車と違って、うん、で、なんていうの、新車時点ではジャガーが、なんていうの、電気系とかかなんとか、配線とかなんとか、なんかいい加減だったらしくて、はい、おかしかったんだけど、これはもう配線全部やり直しちゃってるから、あ、やり直し、引き回して、引き回し全部、安心ですね。だからニュージ